皆さんこんにちは。今回は乃木坂46で活躍している林瑠奈さんの大学や家族構成や熱愛報道について話していきたいと思います。現在乃木坂46の4期生として活躍している林瑠奈さんはアイドル活動と学業を見事に両立させているメンバーの一人です。両立させて活動してる林瑠奈さんはどんな人なんでしょうか。林瑠奈さんは2003年10月2日に兵庫県で生まれ、神奈川県で育ちました。身長164センチメートル、血液型は O 型で、乃木坂46の4期生としてデビューしました。そんな林瑠奈さんは兵庫県生まれの神奈川県出身となってますが、生まれて間もなく神奈川県に引っ越したようです。ですので小学校はすでに神奈川県に住んでおり、横浜市内の公立校に通っていたようですが、実家は兵庫県にあった可能性が高いですね。兵庫県のどこかまでは分かっておりませんが、兵庫県といえば高級住宅街として有名です。そのため林瑠奈さんの実家はお金持ちではないかという声もありました。実際乃木坂では元メンバーの桜井玲香さんや秋元真夏さんは実家がお金持ちで有名ですし、元欅坂46の菅井優香さんや守屋茜さんの実家がお金持ちとして知られています。このように実家がお金持ちのいわゆるお嬢様が坂道グループには多いので、林瑠奈さんの実家がお金持ちだとしても全然不思議ではありませんね。林瑠奈さんの家族構成ですが、両親と本人の3人家族で兄弟はいません。林瑠奈さんは子供の頃から細かったので、もやしちゃんというあだ名で呼ばれていたそうです。2018年に坂道合同オーディションに合格し、2020年2月に乃木坂46へ正式に配属されました。アイドルとしての活動だけでなく、林瑠奈さんの学業に対する取り組みも注目されています。2022年には大学に進学し、学業とアイドル活動を両立する決意を固めています。林瑠奈さんは兵庫県で生まれましたが、神奈川県で育ったため神奈川県内の学校に通っていたとされています。林瑠奈さんは小学生時代にバスケットボールをしており、また5歳から中学3年生までボーイスカウトに所属していたことでも知られ、中学時代には美術部に所属しながら競技カルタ会に参加していたことが報告されています。高校に進学後は軽音楽部に所属し、バンド活動においてボーカルを担当しました。このように学校生活では幅広い課外活動を経験し、学業以外でも多彩な才能を発揮していました。林瑠奈さんは高校生活でも様々な活動を通じて充実した学生生活を送っていました。バンド名は僕の誕生日の2日後で、林瑠奈さん自身がつけたものではないと林瑠奈さんは語っています。また林瑠奈さんは高校時代もアイドルとしての活動に取り組む一方で、勉強にも力を入れていたと言われています。部活動や学業を両立しながら自分の可能性を広げていった高校生活は林瑠奈さんにとって貴重な経験だったに違いありません。林瑠奈さんは2022年に高校を卒業し、同年4月には大学に進学しました。林瑠奈さんが進学した大学の詳細は公表されていませんが、ネット上ではいくつかの有力な候補が挙げられており、次の3つの大学が進学先として信憑性が高いとされています。日本大学の芸術学部が最も有力とされている進学先で、芸能活動と両立しやすい環境があります。明治大学は他の坂道グループのメンバーも多く通っていることで有名な大学です。法政大学は芸能活動に理解がある大学として噂されています。これらの大学はいずれも芸能活動と学業を両立させやすいことで知られており、林瑠奈さんが進学した可能性が高いです。そして2023年6月に林瑠奈さんは学業に専念するため、乃木坂46としての活動を一時休止することをグループの公式サイトで発表。また自身のブログでもファンに報告しています。グループの公式サイトでは、林瑠奈の活動休止に関するお知らせとして、体調不良が続いていた林瑠奈ですが、当面の間はグループ活動および個人活動を休止し、一定期間学業に専念させていただくこととなりました。ファンの皆様並びに
関係者の皆様にはご心配をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたしますと伝えられました。活動休止に伴い7月1日からスタートする真夏の全国ツアー2023の全公演を欠席することも発表されました。サイトでの発表後に林さんは自身のブログを更新し、4月に回らせていただいていたアンダーライブツアーが終わってから体調を崩すことが多くなり、5月の間はほとんどのお仕事をお休みさせていただいていましたと明かし、現在もなかなか体調が安定せず、また学業の方もおろそかになってしまうことが増えており、スタッフさんと相談を重ねた結果、しばらくの間はお仕事をお休みして学業に専念させていただくことになりましたと説明しています。久しぶりのご報告が私の身勝手な事情によるものとなってしまい、本当に申し訳ありませんと謝罪されましたが、アンダーライブについてもその他多くのことに対して私の口から何も発信できていないことがもどかしいです。お休みさせていただく間にも少しずつ遅くなってはしまいましたが、ブログを投稿していけたらと思いますと綴りました。これは彼女にとって重要な決断であり、学業に対する真剣な姿勢がうかがえます。林瑠奈さんはこの期間中は大学の学業に集中して取り組んでおり、ファンからは無理せず両立を頑張ってほしいという応援の声が寄せられる中、2023年10月林瑠奈さんは約4ヶ月の休止期間を経て再び乃木坂46としての活動を再開しました。林瑠奈さんは自身の公式ブログで20歳の誕生日に活動再開を発表し、ファンに向けて元気にやっていきますのでよろしくお願いいたしますとコメントしています。活動再開後も引き続き大学での学業を続けながらアイドル活動にも全力で取り組む意向を示しており、今後の活躍が期待されています。学業とアイドル活動の両立という難しい課題に挑む林瑠奈さんの姿勢は、多くのファンや同世代の学生たちに勇気を与えています。林瑠奈さんは乃木坂46に加入してからダンスや歌などのパフォーマンス技術を向上させるために多くの努力を重ねてきました。もともとダンスや歌の経験がほとんどなかった林瑠奈さんは、研修生時代から命を懸けて頑張りたいという強い意志を持って取り組んできました。2020年の乃木坂46正式配属後は、林瑠奈さんの歌唱力は注目を集めており、4期生ライブではソロでの歌唱も披露しました。またバラエティ番組やライブパフォーマンスで見せる個性的なキャラクターもファンに支持されています。乃木坂46のメンバーとしてだけでなく、大学での学びを通じて得た知識や経験を生かして、将来的には幅広い分野での活躍が期待されています。林瑠奈さんが描くキャリアの展望はまだ未知数ですが、ファンからはモデルや女優業への進出、さらなる音楽活動など様々な期待の声が寄せられており、これからの林瑠奈さんの成長と活躍に注目が集まっているようです。活動再開後もファンは林瑠奈さんの両立への挑戦を応援し続けています。そんな林瑠奈さんは乃木坂46の4期生として個性を発揮していますが、林瑠奈さんは特に歌唱力に定評があり、31枚目シングル「ここにはないもの」では初選抜にも選ばれています。またバラエティ番組やトークイベントで見せる独特のセンスやアイドルとしての新しい表現力もファンを引きつけているようです。乃木坂46内での存在感は年々増しており、今後もグループ内で重要な役割を果たしていくことが期待されています。ですが、実は林瑠奈さんとなにわ男子の大西流星さんにはお互いに関係すると思われる数々の匂わせがあり、話題になったことがあります。林瑠奈さんによる匂わせは全部で8つありますので話していきたいと思います。1つ目はチキチキポーズを投稿です。チキチキポーズというのは2020年11月のコンサートで大西さんが考えたポーズです。2021年3月20日林さんが自身のブログにチキチキポーズの写真を掲載しました。このポーズについて林さんは、 JK 流行りのポーズを理科としましたと綴っています。当時 JK の間で流行っていたポーズなのも
事実のようですが、このポーズによりファンの間で匂わせの疑惑が出ていました。2つ目はそっくりのフレーズを発言していたことです。林さんは2020年2月頃より負けるなしょげるな林るなというフレーズをよく使っていました。この言葉は林さんの2021年11月頃までのブログ書き出しに使われていたようです。その後の2020年9月放送のなにわからええ風吹かせますで大西さんがめげるなしょげるな暗い顔するなというフレーズを口にしました。このフレーズについては林さんが先に発言しているので、大西さんからの匂わせということに気がついたファンは多数いました。林さんは過去に負けるなしょげるな乗り遅れるなというタイトルで週刊誌でコラムを連載していました。3つ目はラップのキャッチコピーに似たようなフレーズを入れていたことです。なにわ男子のライブで使われる自己紹介ラップのセブンスターズには一人一人を紹介するリリックがあります。その中で大西さんを紹介する内容はこちらになります。なにわ男子のグッズ担当でも自分が一番マスコット、いつでもどこでもキューティーマスター、願いを叶えるシューティングスター、頭の中はファンタジー、でもなにわで一番ファン大事、勢い西から愛大西から2スター大西流星。一方林さんは自身のブログでファンからの質問に答える形での投稿をしています。そこにキャッチコピーに頭の中はファンタジーでも何より一番ファン大事っていうのはどうですかという質問がありました。大西さんのラップになぞった内容のようで、これに対して林さんは無理ですと回答しましたが、答える質問は自分で選んでいると思われるので、大西さんの歌詞と知っていてあえて回答したのかもしれません。4つ目は好きな数字はずっと2というもの。林さんは2020年5月のブログでファンからの好きな数字は今でも2ですかという質問に対し、今でも2ですと返答され、セブンスターズで大西さんが紹介される順番が2番目のため匂わせではと噂されています。5つ目は好きな色がオレンジということです。2021年2月2日のブログで林さんはファンからの質問にオレンジが好きと答えています。さらに林さんは推させていただいている方々のサイリウムカラー、メンバーカラーのオレンジ率が異様に高いですと回答しました。林さんが推している AKB グループの方のメンバーカラーのこととも思われますが、大西さんのメンバーカラーもオレンジです。もともとはピンクが好きなようですが、ファンからピンク以外でと言われたためオレンジと返答しているようです。そこから大西さんを推しているといったように思われてしまったのかもしれません。6つ目は林さんの好きな曲から大西流星さんを連想できることです。林さんはテンションを上げたい時に聴く曲としてなゆたん星人さんのリバースユニバースを挙げています。この曲の歌詞が大西流星を連想させるとファンの間で話題になりました。7つ目はドラマと同じ酢豚のパイナップルが登場したことです。大西さん主演の2021年のドラマ夢中さ君にの2話と3話に酢豚のパイナップルが登場しました。ちょうどその少し後に林さんのブログでも酢豚のパイナップルを話題に取り上げていました。ブログを見たファンの間ではこれが匂わせだと話題になったようです。8つ目はブログで偶然ココアで匂わせをしていたというもの。2021年2月1日関西テレビ放送なにわからええ風吹かせますで大西流星さんがココア大福を作りました。その翌日に林瑠奈さんのブログでココアに触れたものがあったとファンが指摘。ココアとパイナップル入りの酢豚は同じ日のブログにあり、偶然なのかもしれませんがファンの間では匂わせと話題になりました。ここまで数々の匂わせ行為だと噂されてきた林さんですが、プライベートで大西さんとのツーショット写真や熱愛報道が出たことはありません。林さんが男女問わずもともとアイドルが好きなことは知られており、ファンとしての行動ではと言われているようです。それぞれの匂わせについても時期的に同時ではあるものの、
偶然と思われるものも多く、真相は不明です。林さんと大西さんの匂わせに対するファンの反応としては、匂わせというよりジャニオタって感じ。さすがにこじつけでは、自分がアイドルという自覚ないのではという意見があったようです。いかがでしたか？今回は乃木坂46の4期生として活動している林瑠奈さんについてご紹介してきました。林さんの個性的なキャラと歌唱力や、学業とアイドルを両立しながら活動している姿は、ファンだけでなく乃木坂メンバーにとっても尊敬できることかもしれませんね。今後の華やかな活動に期待です。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。